競馬場でヒーローになれる雑学、馬娘バズってますな。競走馬をOP少女に擬人化したアニメとゲームだ。今日は馬の雑学を教えよう。よく映画の戦国時代の合戦で騎馬隊が描かれる際、美しい毛並みと躍動感の走りのサラブレッドが映るが、あれって変だね。サラブレッドは近代になってイギリスから輸入された品種改良された生き物だ。速さに特化しているためサラ違いで走ると怪我してしまうんだ。つまり戦場では役に立たない。戦国時代の馬には2つ説があって、肩までの高さが120センチほどのポニーくらいの大きさの在来種の馬たちだった説と、モンゴルから輸入した農耕馬ではない140センチほどの軍馬を育成していた説がある。ポニーくらいの大きさって小さくねって思うだろ。戦場で乗っていようものなら遅いし低いので敵に狙い撃ちされたはずだから移動用で使われていたと言われていたが、日本在来の馬とほぼ同じ大きさの猛攻馬に乗っていたモンゴル帝国の騎馬隊がユーラシア大陸を席巻したのを考えると、機動力と頑丈さに疑いはないだろう。ちなみに映画で馬が転倒するシーンは訓練されたプロスタントの馬がやっているんだ。最近じゃ動物愛護の視点から CG を使うことも増えてきたよ。あてくしの好きな馬はサトミアマゾン。何？牧馬を読んだことない鉄道が大ぜヒーロー。